ウェイクフォレスト大学再生医療研究所は、科学的発見を臨床治療に発展させる分野でのトップ研究機関です。ウェイクフォレスト大学は、人工臓器を 3D 印刷で製造する際に使用するバイオマテリアルと細胞の最適なディスペンシングシステムを探していました。ウェイクフォレスト大学での臓器印刷の方法は2つです。1つはバイオマテリアルの足組みを印刷してから、そこに患者の細胞をコーティングしていくという方法。この方法は耳や鼻、膀胱などの印刷に用いられています。そしてもう一つは、バイオマテリアルの足組みと一緒に細胞を印刷する方法。肝臓や腎臓など複雑な機能を持つ臓器の印刷に用いられています。ウェイクフォレスト大学は、これまでに数々のディスペンシング方法にチャレンジしました。その際、特に困難だったのが造形解像度の実現でした。バイオマテリアルや細胞のディスペンシングでは、人間の臓器を忠実に再現するため、かなり細かい部分までを高精度で正確に印刷する必要があります。数々のチャレンジを繰り返した後に、ウェイクフォレスト大学が出会ったのがテクダイヤでした。テクダイヤは、高い切削技術を生かし、先端径10ミクロンのディスペンサーノズル、ランザを提供。ランザとは、テクダイヤ独自の加工技術で、高粘土材料から低粘土材料までの幅広い適用範囲と高い塗布精度を維持する理想的なノズルです。ランザにより、解像度の高い微量な塗布が可能になりました。テクダイヤは、10ミクロンのノズルの使用効果を最大限に発揮するために、3つのディスペンシングソリューションをウェイクフォレスト大学に提供しました。ディスペンス圧力ユニット。バイオマテリアルや細胞の印刷で鍵となるのがスピードです。時間の経過により、塗布する細胞が壊死してしまうからです。ディスペンスの速度は、塗布時の加圧力で決まります。ノズルの径が小さい場合や、液体の粘度が高い場合には、特に速度が著しく落ちてしまいます。そこでテクダイヤは、独自のディスペンス圧力ユニットを開発。最適な圧力での塗布が可能になり、塗布のスピードアップを実現。塗布にかかる時間を約 40% にまで短縮しました。局所高温加熱機能。バイオマテリアルの印刷は、固体状の素材を温め液体にしてから行います。再固体化防止のため、高い温度を保つ必要があります。一般のディスペンスシステムの加熱限度は100度ですが、バイオマテリアルの融点は100度以上のものも多くあり、これまでは限られたものしか使用できませんでした。テクダイヤは、300度まで加熱できるヒーター、局所高温加熱機能と専用シリンジを開発。使用できるバイオマテリアルの幅が大幅に広がり、それぞれの臓器により適したものを使用できるようになりました。サックバック機構。バイオマテリアルの印刷でのもう一つの鍵が、塗布地点のコントロールです。ノズルの径が小さくなるほどコントロールが難しく、液だれや糸引きなど狙い通りの塗布ができなくなります。テクダイヤは、塗布終了時のバキュームで余分な塗布量をカット。狙い通りの塗布が可能になりました。日々進化しているバイオマテリアルの世界。テクダイヤは、精度の高いノズルを製作できる技術力だけでなく、それをより良い形で実現するためのソリューション提供力で、しっかりと貢献しています。テクダイヤは、バイオマテリアルプリンティングの未来を作ります。